自民党県連は今日、空席となっている静岡3区の支部長について今月下旬から公募を始め、来月中旬に決定すると発表しました。県連の幹事長は、選考過程を通じて自民党の信頼回復につながると話しています。静岡3区をめぐっては、宮沢博之さんが女性問題で離党を辞職していて、自民党県連は支部長の人事を協議しています。自民党県連は今日、役員会や議員総会を開き、3区の支部長について今月下旬に公募を始め、来月中旬に決定すると発表しました。公募を取ることで、もちろん様々な可能性のある方に応募していただくということももちろんなんですが、その選考過程を通じて開かれた議論の中で選ばれていくということが、やっぱり自民党の信頼回復につながると思っています。宮沢さんは次期衆院選に無所属での立候補に意欲を示していて、関係者によりますと、自民党磐田市磐田支部は宮沢さんの政治活動を支援しないことを決定したということです。